こんにちは。体のエダ10万円勝負です。今日は2020年の8月13日、時刻は23時30分です。現在のエダコインの値段は 14.66 円ですね。はい、昨日とあんまり変わってないです。15円と10円の間ぐらいでね、触れているという感じですかね。4時間して見てみますと、16円と10円の間で触れているという状態は変わりません。こんな感じです。あら。こんな感じですね。はい。では、ツイッターの方見ていきたいと思います。はい。今日はカルダニアンさんからですね。Today is the last day of the Cardano Epoch and you have the new hours to delegate ADA Stake Pool ということで、13日ですので、エポックがね、終わる日っていうかですね、5日目になります。で、まあ、13日といっても日本時間だと14時ですよね。あ、14時、14日に、次のエポックに移ると。で、その前に、カルダニーさんは、ステークプールをね、デリゲートしましょうって言ってますね。はい、で、今、1000、レジスタードプール、1000の登録されたプールがあって、250個ぐらいが、5ミリオンですね。500万エイダぐらいを、ステークということなので委任されているということですね。5ミリオン。そうですね。まあ2億ぐらいが確か飽和の感じでしたから、まあまだまだですけどね。でもまあ5ミリオン集めるというわけでも大変だと思います。ね、ということで、カルダニさんは自分のところにどうぞということですね。はい。はい。で、こちらの方も、1000アクティブプールということで、ここにね、このプールツールさんっていうやつの、サイトを見ると、ここにアクティブプールが1000ということでね、200で始まって4になって、昨日、おとといぐらいは800って言ってましたよね。はい、で、今もう1000に至ったということです。はい、ですね、こちら、こちらはエイダプールさんの方なんですけど、このダッシュボードね、今見てます。で、これで見ると、本当にね、ガーッとたくさんの方が、登録をされていて、左にあるように、これ今900番台って言っても順位がついてるわけじゃないですけどね。はい。こんな感じで出ています。はい。で、私、線があるので、どんなのが出たかなって見たんですけど、日本人の、日本語のね、プールが結構増えてましたね。ですね。はい。まずここにね、日本、307東アジアっていうのがあります。はい。これを読むと、カルダノ307グローバリズ、ワイオミングベースドビジネスということなので、ワイオミングということなので、アメリカ、ノースアメリカって書いてありますね。なので、日本の人にね、入れてくれっていう感じで、こう、日本語、あるいは日本っていうふうに作ってきた感じですね。はい。マージンは 0% になっているのでいいのかもしれません。はい。はい。次にですね、この、JPNIC、日本ネットワークインフォメーションセンターということなので、これはちょっと法人っぽいですよね。はい。日本ネットワークインフォメーションセンターということで、そういう、NICADJP というところ。はい。こんな感じの一般社団法人、日本ネットワークインフォメーションセンターということで、ご存知の方もね、いらっしゃるかもしれません。はい。あと、ここにビールっていうのがありますね。ここは、ホームページがね、ちょっとビールの絵しかなくて、まだ工事中みたいな感じでした。はい。で、ここにですね、富士、マウント富士ステークプールっていうのがあるんですね。はい。まあ、富士山だからね、日本人がやってるとは限らないんですけども、この富士、ローマ字の富士、マウント富士ステークプールというのもあるし、はい、ここにね、日本語で富士山と、ティッカーのところに富士山って書いてるんで大丈夫かなと思いますけど、はい、ホームページもね、こんな感じで綺麗な富士山が出ております。で、さっきのね、富士山と富士は同じ、というかね、近いプールなのかな。1% フィーということで、フィーは小さいのでね、比較的有利なのかもしれません。まあ、こうやって書いてあるからって言って、日本人とは限りませんけど、日本をね、ターゲットにしている、あるいは日本人が日本人をベースに、相手にね、頑張って作ったプールじゃないかなというふうに思います。
はい、自分もね、あれなんですよね、ステークプールやるんだったら富士とか富士山とかっていうふうにやれば、外人受けするかなと思って、やるときはね、そういう名前にしてみようかなというふうに思った覚えがあります。だから、これ外人の方なら逆バージョンかなと思いますけど、はい、富士だと、世界中でね、受ける可能性がありますね。はい、でまたさらに、ウェーブ、体のウェーブプールというのもありますし、このね、ティッカーのとこ見ると、まだね、オタクだとか、秋葉とかもあったような気がしますね。はい、いろいろあるので、ここ見てるだけでもなかなか楽しいです。はい、で、話が変わりまして、エイダコイン情報局のツイートで、シンガポールの仮想通貨取引所で上場ということですね。はい、WBF エクスチェンジということです。上場ラッシュって書いてありますが、はい、そうなんですね。次に、トルコの拠点の仮想通貨取引所、ビッテイっていうんですかね、に、カルダナエイダが登場ということで、トルコリラとね、USDT で、取引ができるということですね。はい、さらにですね、イランの拠点の仮想通貨取引所も上場ということですね。EXIR 取引ペア、イランの、なんていうんですかね、通貨とエイダということなので、なんか、どんどんすごいことになってきてますね。はい、ということでですね、この2円からね、ずっと上がって16円まで来てしまったエイダですけども、今のように取引所がね、いろんなところで、エイダを扱うようになって、取引が増えてくればね、まだまだ上に行くということであろうかと思います。はい、では値段に戻ります。14.65 円ですね。14,012.9×14.65 で元本が10万円ですので、105,289 円のプラスということになります。105.3% のプラスということになりました。はい、エボックがね、また変わりますので、明日からブロック生成が始まるということですので、また楽しみにしていきたいと思います。では今日もご視聴いただきましてありがとうございます。失礼いたします。